世界アジア東、アジア日本南西諸島奄美群島徳之島伊仙町、天城町徳之島町徳之島の山頂徳之島は、南西諸島の奄美群島のほぼ中央にある離島の一つ。鹿児島県大島郡に属し、徳之島町、伊仙町、天城町の山頂で構成される。鹿児島市の南南西約 468km 沖縄本島の北北東、 約2 5 7キロメートルに位置する。アマミ群島は、アマミ大島を中心とするアマミ地方という地域に含まれ、イリオモテ島や小笠原諸島と同様に固有の生物が多種生息し、島ごとに独自の進化をして、異も認められることから、東洋のガラパゴスと称される。アマミ群島内では、アマミ大島の次に大きな島で、面積は、 約247.77平方キロメートル、周囲89.2キロメートル。北方領土の四湖半島よりやや小さく、日本では14番目の面積を持ち、また、オセアニアの島国、ニューエや大阪市よりやや狭いが、東京都、山手線内の面積の約3.8倍に相当する。年間平均気温摂氏21.9度。 年間平均降水量1 9 2 0ト、mm、ル。2021年4月1日現在の推計人口は約2万1209人。アマミ君等外からの入域来当者は2010年以降8万人を超え、2019年は8万7311人と増加傾向にあったが、直近の2020年は、 新型コロナウイルス感染症の影響により46,737人となった。小宝の島として有名で合計特殊出生率が高い。2005年の国勢調査では、徳之島の山頂が1位から3位を占め、その後も島内山頂は上位入りしている。反面、若者の転出も多く人口は減少している。牛と牛を戦わせる。 東牛の島としても有名。徳之島の東牛の歴史は古く半世時代以前から400年以上続くとされている。毎年、初場所、春場所、秋場所の年3回で6場所の本場所と呼ばれる全島大会が開催され、徳之島町、伊仙町、天城町の各町の協会が持ち回りで主催している。この本場所に加え、順、 場所と呼ばれる大会に御主導士が出資し、島内13カ所ある闘牛場で全島を持ち回りの大会が行われ、年間20回を超えて開催される。主要な産業は、砂糖キビ、ジャガイモ、生姜、果樹等の農業、キハダマグロ、ソデイカ、カツオ、イセエビ類などの近海漁業、黒糖を原料とした菓子、黒糖醸酎製造など。国内では、 数少ない高品質なコーヒー豆の生産地として、2023年に本格的な市販化を目指し、新たな産業創出に積極的に挑戦している。徳之島の地形図石炭岩製の島であり、カルスト地形が発達。犬の門外は天然の海食堂、むしろぜは発色によって生じた海食台で独特の景観が見られる。島の中央には、 井の川岳を中心とした山階が、北部には天城岳を中心とした山階がある。北部の天城岳を中心とした山階は、横から見ると、女の人の寝た姿に見えることから、寝姿山とも言われる。そしてこれら二つの山階は一部途切れているようにも、見えるが、概ね一本の線のごとく山脈状を呈している。全体的には、商用樹林に覆われている。 三階の周囲は平地となっており、天モミ群島では最大の高地面積を有している。また、南部の伊仙町は石灰岩地域が広く数多くの小入土を有する。最大のものは銀河道で全長2052メートルである。天モミ群島気候は沖縄諸島などと同じく亜熱帯性気候に属する。年間の平均気温は 摂氏21.9度と本土に比べれば1年を通して暖かい。沖縄諸島と比べると冬は幾分寒くなり、寒い日の日中の気温はおおむね13度くらいで、最低気温が摂氏10度を割り込む日も冬季月において月に数日程度はあり、珍しくはない。冬でも暖かい日は摂氏20度を超えるが、 そのような日でも沖縄諸島よりは摂氏3度程度低い傾向にある。一方で夏は猛暑となることは滅多になく、比較的風も通るので、東京などの大都市よりもしのぎやすい。梅雨は例年ゴールデンウィーク明けくらいに入り6月下旬に明ける。梅雨時の雨の降り方は熱帯的なスコールとなる場合が多く、特に集中豪雨が起きやすいのは6月中旬頃であり。 山間ではどこかで土砂崩れが起きる。入梅は不明瞭な場合が多いのに対し、梅雨明けはかなり明瞭である場合が多い。梅雨明け後は10日かそれ以上安定した晴れの天気が続くが、一方で台風シーズンも到来する。台風の通り道として知られており、接近数は沖縄、南九州とほぼ同じである。通常年の接近数は、 おおむね3個程度であり、2004年の接近数は8個と、特に多かったが、この数は、鹿児島県本土の10個よりも少なかった。ただし、徳之島付近にいる時の台風は、勢力が非常に強い状態であるのと、この付近で方向を変えるために速度が遅いことが多く、暴風域が丸ついた地以上続くことが多いため、台風が直撃した後は、停電になるなど被害が大きい。 ただし、台風慣れしているためか台風対策がしっかりしていて、大きな被害が出る割には死傷者は少ない。井の川学南西諸島における生物の宝庫の島の一つであり、奄美大島、沖縄本島との関連が大きく、中でも奄美大島との関連が一番大きい。ハブが多いことで有名であるが、その一方で貴重な動植物も数多く動物については、 アマミノクロウサギを筆頭に、ケナガネズミ、トクノシマトゲネズミ、オビトカゲモドキボイモリ、ウンブキアナゴなど、植物については、シナヤブコウジタニムラアオイ、トクノシマエビネなどがある。島内に生息するアマミノクロウサギは、島の南部と北部に分かれて、集団を形成している。2018年、国立環境研究所の発表によると、 島内南北それぞれの個体の糞から DNA を抽出して調べたところ、2集団は異なる遺伝的特徴を持ち、数千年以上前から遺伝子の違いがあったと推定されることが判明した。同じ種類の生物でも遺伝子の違いで、形模様、生態が異なる。2つの生息地は最短で約1キロ程度しか離れていないにもかかわらず、遺伝子タイプが違うことについて、 同研究所は、高い移動性を有する、うさぎ類で極めて意外な結果としている。また、徳之島固有和種である、オビトカゲモドキについては、全般的に、奄美大島との関連が濃い徳之島の生物症の中にあって、むしろ、沖縄本島との関連を示唆する存在であるが、これについて、徳之島の爬虫類症全体を見ても、 例えば、コブラの仲間である灰は、奄美大島のヒャンとは足をことにし、沖縄本島と足を同じくしていることなど特異的な面が見られる。ただし、陸生カメ類は分布しないなど、徳之島の爬虫類症が完全に沖縄的であるわけではない。この点について、高等動物以上に、奄美大島系と沖縄本島系の影響の差が現れやすい昆虫を見ていくと、 徳之島産の昆虫は奄美と名付けられる種の方が比較的多いのに対し南隣の沖の選ぶ島から沖縄と名付けられる種の方が比較的多くなってくる。このように徳之島の生物症を長官すると徳之島と沖の選ぶ島との間の境界線が比較的明瞭に現れるように感じられ奄美系と外滅することができるがその一方で 沖縄の色が見えることが、徳之島の生物症の特徴ということができよう。亀徳港ヘ戸の港に停泊する、フェリー奄美島内で行われる、闘牛方言は、琉球語の一つ、奄美徳之島諸方ことで、民謡も参戦を使ったものが多くあるなど、奄美大島よりも沖縄県への文化的近似性を伺わせる。牛同士を戦わせる闘牛が盛んで、シーズンには、 島全体が熱気に包まれる。また、選挙でも有名な島である。代表的な年中行事に以下のようなものがある。地元では、島口と呼ぶ。昭和中期まで、島内の道路整備が進んでいなかったため、集落ごとの語やアクセントの差異が大きい。甘み方言のうち、甘み大島と徳之島及び、機械島の一部の方言には、標準日本語の五つの母音以外の母音が、 存在している。徳之島では、え i あい、e、o えおの他に、とがあり、それぞれに、超音も存在する。あとの二母音の正式な表記法は決まっていないが、それぞれ、い、または、いと、え、または、えを小さく添える表記法を提案する和者もいる。また、等音に、正門破裂音があり、意味の区別に使われるため、などをつけて区別する表記もある。 薩摩料理の影響を受けた豚骨、沖縄料理の影響を受けた油そうめん、豚足、両者に共通する豚味噌などが有名。全般に甘く濃い味付けとなっている。海水魚は刺身、煮付けのほか、唐揚げによくされる。魚汁も一旦揚げた魚を使う場合がある。普通のおにぎりの海苔の部分に、海苔の代わりに薄く焼いた卵焼きを巻いた卵おにぎりや氷を入れる。 冷やしおかゆは徳之島で日常的に食べられている特徴的な主食の一つである。鹿児島県のテレビラジオ放送が受信できるほか、一部の地域では沖縄県のテレビラジオ放送が受信可能。当然ながら電力やインターネット、携帯電話等の使用可能地域である。その他、スーパーやコンビニ100円ショップ等、おおよそ整備されている。パチンコ店も、 島内各所に8店舗点在する。テレビ島内には、機関局となる、徳之島中継局のほか4カ所に中継局がある。なお2006年に開始された地上デジタル放送については、NHK と民放4社が2008年11月に本放送を開始している。CATV ラジオ NHK の未党内に中継局がある。なお民放は、 南日本放送は、鹿児島本局。なぜ中継局から直接受信可能だが、FM 鹿児島は、殺難所等全域に中継局がないため受信不可で、あり、ラジコ等を利用する。インターネットプロバイダが数社あり、高接続も可能。無料の公衆無線 LAN は、徳之島空港や徳集会病院、ホテルレクストン徳之島、民宿平和の森などに限定され、 観光化に向けさらなる整備が望まれる。携帯電話、どこも au、ソフトバンクの3社は概ね全頭をカバーする。コンビニエンスストアファストフードファミリーレストランレンタル、ショップ100円ショップ合宿学校、企業、実業団、プロ選手の合宿地としての実績があり、通年利用可能な天城町総合運動公園には、全天候型陸上競技場を完備し、 周囲の宿泊施設や食事等のサポート環境、等インフラが整っている。その天城町総合運動公園は、その他にもテニスコート、野球場、体育館、武道場を施設内に要し、陸上、野球、テニスバレーボール、柔道、剣道、ゲートボールレスリング等、対応種目も多岐にわたる。徳之島合宿が盛んになったのは、サンセットリゾートを経営する。 宮田雅明氏が徳之島こそ最適と当該に出向き直接広報し、1998年に陸上競技3チームが合宿したことが始まりである。後に合宿に参加していた小出義雄監督率いる高橋直子選手が2000年のシドニーオリンピックで金メダルを獲得し話題になった。年間平均気温摂氏21.9度という温暖ながら、 強い風が吹く気候に加え、海と山の距離が近く起伏の激しいコースはアスリートに最適なが宿地として近年注目されている。むしろぜ、水平線中央は、トンバラいは、その左は、奄美大島犬田部岬にある戦艦山トイレ等、奄美群島国立公園に属し、世界自然遺産、奄美大島、徳之島、沖縄東北部及び、 入り表島の候補地となっている。徳之島観光、物産フェアイン東京を毎年定期的に行っている。直近は2020年2月23日に代々木公園にて開催された。主催は関東特集会。公園は天城町、徳之島町、伊仙町、JA 天木徳之島事業本部、JA 天木天城事業本部、徳之島観光連盟。内には 徳之島町、伊仙町、天城町の3町がある。2004年4月13日に徳之島地区合併協議会が発足した。当初、3町での合併を目指したが、2005年1月30日の住民投票の結果を受けて徳之島町が離脱している。残りの2町は合併協議を続けたが、2006年5月29日会合を開き、 当分の間に町による協議会は休止することが承認された。2006年末には3町町の間で合併推進の合意がなされ、2007年4月には3町の法定協議会を設置するため合併準備委員会が設立された。しかし、同年8月に選出された徳之島町の新町長は合併反対の意向を示している。普天間基地移設問題では、 2006年日米合意のキャンプシュワブ沖合の代替候補地として名前が挙がったが、その当時、徳之島が含まれる衆議院鹿児島県第2区から選出されていた大義士であった徳田武史や武史の父親で島に強い影響力を持つ徳田と裏を山町長は一貫して反対を表明しており、また2010年4月18日に行われた反対集会には、 島民の半数以上である1万6千人が集まるなど大規模な反対運動が起こった。その一方で、島の進行などの観点から受け入れを表明する町議、住民なども存在している。以降、地方政治の変遷も含め、天海群島の歴史を、参照米軍統治時代本土復帰以降、国立天文台平成19年理科年表 P565、 ISBN 46億2107万7635外務省入液基データ2018年5月26日閲覧 JR 並びに日本エアコンピューターの機材乗務員による運行岡村隆弘天見方言かな文字での書き方ピアニッシも42から48 2007年鹿児島南方新社 ISBN 978から4から861241260校舎を提案奄美国立公園が誕生南日本新聞 P1 奄美海援隊株式会社奄美海援隊新聞8月号トライアスロンに挑戦奄美海援隊株式会社人情南海新聞赤旗日曜版2011年9月11日 日本共産党中央委員会不天前説反対、徳之島で1万5千人、集会基地説設特集読売オンラインハット、歴史、伝統文化、世論庁ホームページ、www.iorn.jp2018 年12月21日閲覧、明治12年4月8日、大乗大臣参上、耳通達、鹿児島県管轄大島、機械島、 徳之島、沖の選ぶ島、与論島をもって、大島軍と試し、大隅国へ非属工場、この無布告工事、ありがとうございます。